心休まる静かな美しい音色を奏でる楽器マンドリン。そのマンドリンで歌というメッセージを伝え続ける歌手清美。自分の全ての思い出日々が詰まっているのが岩手なんですよね。1980年マレーシアで音楽に携わってきた両親の間に生まれた彼女は、高校生の時代を岩手県北上市で過ごした。旧黒沢尻南高校、マンドリンとの出会いはそこから始まった。北上の旧黒沢尻南高校のマンドリン部に何気なくですね、所属したのがきっかけで、2004年にインディーズからメジャーへ。彼女は東京で歌手活動するのと並行し、岩手での活動も開始する。岩手っていうのは私がスタートした場所で、マンドリンも岩手と出会って、でどこ行くにしろ切り離せられない場所なんですよね。だからそれを改めて感じて、なんかすごい感謝する、感じでですね、歌を歌っていけたらいいな。感謝。彼女のそんな気持ちが溢れ出た時、ふるさと北上と繊細な女性の恋心が混ざり合い、マンドリンの音色とともに人々の耳へと入っていく歌となる。さよならはあなたがくれた、素直になれる薬みたいで、私にとっては過ごした日々がそこにあるので、いろんな思い出、いろんな人々がいるので愛しいんですよね。その愛しいっていう気持ちがここでもっと頑張りたい、なんかすごく自然な